何でも店のお客が突然死しちまったそうだ。突然死？マスターと会話してる途中で突然死んじまったらしい。こいつは旅の男だ。旅路で知らずに砂漠のイチゴを口にしたんじゃねえかとみんな言ってる。砂漠のイチゴ？赤いイチゴの実みてえな姿をした毒蜘蛛だ。間違って口に入れちまったら数日後に突然死ぬ。そしてその死体には数時間感染型の毒が巡る。だから誰も近づけずにいるんだ。砂漠じゃ物を知らねえってことが命取りになる。見ろ、肉を持ち上げた瞬間の手そのまま固まっちまって、いかに砂漠のイチゴの毒が強力かを物語っている。大丈夫？うわあ！うん。ああ、参った。泣けか。泣けか！ありえねえ！食事と会話の真っ最中に！しかも続きを噛み始めたぞ。しかし、何の騒ぎだよ、これ。おめえが失敗して騒いでたんだよ！この店は混沌集団を雇ってんのかい？いや、そうじゃねえが、まあ。無事ならよかった。おい、また出るか！